英会話アレルギー克服専門の英会話講師大西です。こんにちは。今日も引き続き前置詞オンのイメージを一緒に捉えていきましょう。オンは線の上にある、上にある接触を表すんでしたね。接触です。くっついてるっていうことですね。はい、ちょっと書いておきますね。オンのイメージはくっついている、接触ですね。これが基本の意味ですよ。そしてそこからいろんな接触に使うんですね。はい、では見ていきましょう。The city hall is on Center Street. はい、city hall は市役所ですね。まあ、市役所とか区役所とか、町役場とか、全部そういう公共のね、役所は city hall で大丈夫です。The city hall is on Center Street. はい、市役所はセンターストリートにくっついている。つまりロケーションですよね。市役所はセンターストリートの上にある、センターストリート上にあるっていうことになりますね。はい。これは割と分かりやすいと思います。通りにくっついているということですよね。建物が通りにくっついているということですね。はい。じゃあ次。The town is on the Chikuhi line. はい。Chikuhi line っていうのはね、福岡の西の方に行く JR の Chikuhi線っていうのがあるんですよね。乗り物、JR の Chikuhi線っていうのがあるんで、その Chikuhi線のことです。The town is on the Chikuhi line. その町は Chikuhi line にくっついているっていうことはどういうことでしょう？ね、こんな感じですね。その線路ですよね。それが筑肥ラインがその町に通ってるわけですね。はい、なのでその町は筑肥ライン上にあるっていうことですね。はい、筑肥線上にあるということになります。こんな感じですね。その町を通ってるわけです。はい、じゃあ他にも The town is on the river. その町は川にくっついている。その川にくっついているっていうことは川が流れてるわけですね、その町の中にね。はい、その町は川に、その川にくっついている、つまりその町に川が流れているということになります。はい、面白いですよね。じゃあ次。 Vancouver is on the border between the US and Canada. Vancouver はカナダの、町ですね。はい、西海岸の町になります。Vancouver はカナダとアメリカの国境のところにあるんですね。なのでこんな言い方ができるわけです。Vancouver is on the border. Border. はい。境界線ですね。はい。Border のにくっついていると。どことどこのか。Between the US and Canada. カナダと US の間の border にくっついているということですよね。はい。こんな感じで国境を示したりもできるということですね。はい。では連日例文に挙げております。最後の。The triangle is on the line.The triangle is on the line. はい、三角はその線の上にある、その線にくっついている。こういった場合、いろんなくっつき方が考えられます。これも線の上にくっついてますし、これも線の上にくっついている。これも線の上にくっついている。これも線の上にくっついてますよね。はい、だから自分から見て上かもしれないし、横かもしれないし、下かもしれないし、または線の上をこうまたごしてるかもしれないんですよね。くっついてれば全部オンが使えるわけですね。という感じになります。はい、という感じでオンは接触、くっついてることを表すんですが、いろんな面にくっついてるということですね。はい、すごくこうイメージが広がってきますよね。はい、今日何か気づきがございましたら、グッドのボタンを押していただけますと大変ありがたく存じます。英会話初心者さんにとって必要な内容をお話ししております。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。